19カ条提案の書物の表紙。チャールズ一世による提案への返答も書かれている。19カ条提案は、新京都革命直前の1642年6月1日に、長期議会からイングランド王チャールズ一世へ出された和平提案。国王体験の大幅な制限を主張する代わりに、和平を求めたが、拒否されたため内戦が勃発した。議会の大感想。 民兵条例で議会は国王体験を制限することを図り、チャールズ一世がことごとく拒否したため議会と国王の対立は深まり、両者は戦闘準備を進めるが議会は国王との和平交渉も行い、北のヨー区に移動していたチャールズ一世へ議会は和平提案を送った。それは国王体験のうち議会の同意を必要とする権利を19、過剰にまとめ、 チャールズ一世に情報を迫った内容であった。数密院議員と大臣など、国王の政治顧問と政府の交換や裁判官、任免権に議会の同意を求め、王家の教育、結婚にも同意が必要とされ、軍統政権は議会が掌握、カトリック排除など、教会改革も議会が権限を持つ、これまでの改革の集大成とも言うべき、議会主権を要求した整備案だった。 チャールズ一世は1642年6月21日に承認を拒否、議会派から応答派へ転向した、恩恵派政治家のエドワード・ハイド、フォークランド司者クルーシャス・ケアリーも提案に反論、君主制、貴族制、民主制の権力均衡を混乱させるとして反対した。こうして和平交渉は頓挫し、8月に第一次、イングランド内戦が始まった。 ザッパーレメンテリー、オア・コンスティチューショナル・ヒストリー・オブ・イングランド、ボリューム・クシー、ロンドン、ウィリアム・ソンドリー、ピアニッシモ、129から135、https://books.google.com/books、id=" ナコマジ&、ピコグラム p a 1 3十2 0 1 9年2月14日、閲覧。abc 松村、p 百二十若原、 p 八十七塚田、p 百三十五 p 百九十二若原、p 八十七 p 八十九ザ・ッパーレメンテリー、オア・コンスティチューショナル・ヒストリー・オブ・イングランド、ボリューム・クシー、ロンドン、ウィリアム・ソンドリー、ピアニッシモ、二百三十三から二百四十二 https://books.google.com/.books コロンススララッッシシュ、id=" コジこまじ&。 ピコグラムイコール PA2332019 年2月14日、閲覧。塚田 P192P193。ありがとうございます。